こんにちは、ガーデンプラスの宮越です。お庭にいる時はもちろん、室内で過ごす時のプライバシーも確保してくれる目隠しフェンス、気になるところ全部に設置する見積もりを出してもらったら、思ってたよりも金額が高くなってるなんて人は必見です。この動画ではとにかくお得なお値打ち目隠しフェンスを2つご紹介します。しかもこのフェンス、安いだけじゃなくておしゃれでもあるんです。今回はそのおしゃれで安い2つのフェンスを実際の施工事例を見ながらご紹介します。さらに目隠しフェンス選びの際の注意点もお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。安いのにおしゃれなおすすめ目隠しフェンス、1つ目はミエーネフェンス。ガーデンプラスで一番安くご提案できる目隠しフェンスです。ステン系のこういう金属っぽいカラーのルーバータイプになっています。ルーバータイプというのは、フェンスの板が斜めに重なってついている特に目隠し機能の高いデザイン。風は板の隙間から通るので、風でフェンスが倒れてしまう危険性も低いです。通行量が多い道に面しているから、しっかり目隠ししたい、でもフェンスを目立たせたいわけではないという場合におすすめのフェンスです。参考価格はこんな感じ。高さ 600mm のフェンスを3枚分、横幅 6m 分設置した場合のガーデンプラスの割引後の商品価格です。ほぼ同じ見た目の他社製品だと割引しても 4万5000円ぐらいにはなるので、特に広範囲に設置する場合はこの差額が響いてきます。またステン系の色は建物のサッシの色と合わせることができるので、どんなお家とも調和しやすい万能カラーなんです。特にシルバー系のカラーは重たい印象になりすぎず、シンプルな建物に似合ってますよね。こちらのお家ではフェンスの下の隙間も隠す隙間隠しというオプションもつけているので、お庭が外から全く見えないプライベート空間を作ることができています。こちらのお庭にも見えねフェンスあるんですけど、どこか分かりますか？そう、ここです。お隣さんからの視線が気になるこの部分にだけ、チャコールブラック色のミエーネフェンスを2段立てて目隠ししています。シンプルで他のデザインの邪魔をしないのがミエーネのいいところです。隠したいところだけ隠したい高さで隠せちゃいます。チャコールブラックっていう色の名前なんですけど、光が当たるとブラックというよりはブラウンっぽいので、緑いっぱいのお庭に馴染んでますよね。こちらは道路と高低差のあるお庭をミエーネフェンスで目隠ししました。道路を歩く人からちょうど丸見えになってしまう位置なので、こういう隙間があるタイプのフェンスだとちょうどその隙間から見えてしまうということがあります。その点ミエーネフェンスのようなルーバータイプで完全に隠れるものだと、より視線を遮れるのでおすすめです。グレーが基調となったモダンな建物なので、フェンスにも余計な色を入れず、シンプルにして全体的にシャープでかっこいい印象の外構デザインです。安いのにおしゃれなおすすめ目隠しフェンス、2つ目は木アールフェンス。ナチュラルな木目のデザインは目隠しフェンスの中でも人気。ただ金額が高くなってしまうのがネックでした。でも木アールフェンスならそんなことないんです。安さの秘密はフェンス裏面は木目じゃなくてブラック一色だから。外からの見た目は木目でおしゃれなんですが、片面はシンプルにすることでコストカットしています。カラーバリエーションはキャラメルウッドとショコラウッドの2色、柱やフレームはブラックの1色です。木目の色は建物の玄関ドアの色と合わせると統一感が出ておしゃれです。またフェンスに黒のラインがあるので、外構のフェンス以外の部分で黒のラインを取り入れてリンクさせるともっとおしゃれです。参考価格はこんな感じ。ミエーネフェンスと同じく高さ 600mm のフェンスを3枚分、横幅 6m 分設置した場合のガーデンプラスの割引後の商品価格です。ほぼ同じ見た目の他社製品だと割引しても6万円ちょっとぐらいにはなるので、結構見積もり金額は違ってきます。こちらは濃いグレーのお家に木アールフェンスを設置した施工事例です。外壁のグレーをバックに木アールフェンスの木目が全体をナチュラルな雰囲気に見せてくれています。角地で2方向に木アールフェンスを使っているので、フェンスのインパクトが大きいですよね。もしこれが黒一色のフェンスだったら、こんな感じで結構雰囲気違いますよね。また木アールフェンスの色味はこのテラス屋根とリンクさせたかったので、明るめのキャラメルウッドにしたんです。ナチュラルモダンなお家、めちゃくちゃおしゃれですよね。それに内側がブラックなのもかえってかっこよくないですか？これがフェンスの内側も木目だと、テラス屋根、ウッドデッキ、フェンスと木目ばっかりになりすぎて、逆にぼやっとした印象になってしまったと思います。こちらはお庭をぐるっと2段フェンスで囲いました。工事前がこんな感じなんですけど、お隣さんからの視線を遮る目隠しというよりも、こちら側、住む人側がお庭の居心地を良くするために設置しているイメージですね。
やっぱりお家の外壁や窓が見えるお庭だと生活感が強くなってしまうんですけど、木目の優しい色合いの壁を設けることでよりプライベートな空間として使いやすいお庭になっています。つまり先ほどまでの施工事例と違って、木目を内側に、ブラックの面を外側に設置してるんです。外からの見た目を優先するなら木目は外側に、自分たちが過ごす場所の景観を重視したいなら木目は内側に、どちらにするかは自由なので、立地条件やお庭の使い方に合わせて考えてみてください。ミエーネフェンスも木アールフェンスもなんで安いかというと、メーカーであるバリューセレクトというシリーズはガーデンプラスの姉妹店エクスショップが大手エクステリアメーカーと共同開発したプライベートブランドだからです。それからフェンスの高さやカラーバリエーションに限りがあるからだから安く提供できるんです。大手エクステリアメーカーとの共同開発なので品質も一流ですし、万が一の商品不良のための商品保証もきっちりさせていただきます。保証内容についてはガーデンプラスのサイトに全て記載してあるので、気になる方はチェックしてみてください。とにかくサイズやデザインがお好みならぜひぜひ使っていただきたい超お得な目隠しフェンスです。外交工事の中でもお客様からいただくリクエストで特に多いのが、目隠ししたいですっていうこと。やっぱり安心して暮らせる家づくりのために必要なんですよね。でも少し選び方を間違えるだけで、せっかく設置したフェンスが無駄になっちゃうので、フェンス選びは注意が必要なんです。一番大事なのは、どこからどこへの、誰からの視線を遮りたいのかということ。それによってフェンスの高さと隙間の広さが決まります。ここをしっかり押さえてないと結局見えてるっていう悲劇が起きかねないんです。なので、ここからは目隠しフェンス選びの際の3つの注意点をお話ししていきます。目隠しフェンス選びの注意点、1つ目は高さ。どこからどこへの、誰の視線を遮りたいのかを基準に高さを決めます。例えばバーベキューしたりとか、お庭で過ごしている時、お庭にいる時に通行人からの視線を遮りたいという場合は、お庭に立った時に外の人と目が合わないぐらいの目隠しが必要なので、かなり高い目隠しが必要になっていきます。反対に室内にいる時に外を通る人からの視線を遮りたいっていう場合だと、道路を歩く人の目線の高さまでの目隠しがあれば十分です。またはこのお庭みたいに、こちら側を隠したいというよりも外に見たくないものがあるから隠したい、お庭の景観を良くしたいという場合もありますよね。そういう場合、お隣のお家を完全に全部隠してしまうというのは難しいですよね。でも手前に見栄えのするもの、例えば木目調のフェンスとか植栽とかデザイン塀の植栽とか、そういうのがあれば気にならなくなります。具体的に何センチ何メートルの高さが必要かは、結局現地で採寸するしかないです。お家と道路に高低差があるのかないのかとか、窓の位置とか、そのお家ごとに正解の高さは違います。なので現場調査の時などに、必ずここにいる時の誰からの視線を遮りたいっていうのは伝えて、一緒に高さを確認するのがベストです。目隠しフェンス選びの際の注意点2つ目は隙間。フェンスの板と板の間の隙間も気にしてほしいんです。例えばこの2センチの隙間、遠くから見るとほとんど見えてなくても、実は近くを歩くとこの2センチの隙間からは結構見えます。道路との高低差が少ないお庭で人通りが多かったり、お隣からの目隠しをしたいという場合なら、人とフェンスの距離が近くなるので隙間はできるだけ狭い方がいいです。隙間の広さによる見え方の違いは、展示場や外交業者の店舗などで実物を見るのが一番です。目隠しフェンス選びの際の注意点3つ目はデザイン。フェンスの高さや隙間の広さが決まると、あとはデザインですよね。道路からよく見えるから建物と調和しておしゃれなフェンス、敷地境界のお隣との目隠しを設置するなら、見るのは自分たちかお隣さんだけだから機能重視で、見えねフェンスみたいなシンプルなフェンスなど、商品を使い分けて上手にコストダウンしていきましょう。ということで、今回は目隠しフェンスについてご紹介してみました。いかがだったでしょうか。参考になったよという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。今回ご紹介した安くておしゃれな目隠しフェンス、ミエーネフェンスと木アールフェンスは、私たちガーデンプラスと姉妹店のエクスショップでしかご提案できないプライベートブランド、バリューセレクトのフェンスなので、気になる人は概要欄のリンクからサイトまでアクセスいただき、ガーデンプラスまでお問い合わせください。このチャンネルでは外交工事に関する情報を、実際の施工事例写真や立体的なイメージパース図面を用いて分かりやすく解説していきます。外交計画中の方はぜひチャンネル登録してくださいね。
外構工事に関するご相談や気になるテーマ、コメント欄でのご質問もお待ちしております。それではまた次回の動画もぜひ見てください。